ャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。武器所持を確認。あんたから採取した血液で作った輸血用パックだ。装備している間、あんたの血液量を回復する。サム、開発した対 BT 兵器よ。完成したての第1号。既存のグレネードを改良したものなの。急ごしらえで作った試作品ね。理論上は完成していると言えるわ。でもその効果はあなたに実地で試してもらうしかない。効果が証明できたらあなたは BT を仕留めた最初の人類ということになる。ただし使いすぎには注意して。使うのはあなた自身の血液だから。血を抜きすぎたら貧血症を起こすことだってある。新しく追加した武器に慣れてもらうために訓練場を用意した。実戦の前にここで新しい武器の演習をすることができる。訓練場には配送端末のメニューからアクセスしてくれ。それからその武器を使う依頼も新しく追加してある。訓練場で練習して新しい依頼で実践するんだ。いいな。使っYeah!
Thank you.
ってらっしゃい。ガンマジェットを解除します。助かった。今日がいい日だ。助かった。充電はいつ？サム、確かに君にはドゥームスとしての能力が備わっている。しかし組織の中ではそれだけではダメだ。組織は常に集団で動く。ここには君をバックアップするためのエキスパートが揃っている。全てはチームワークだ。我々はつながっている。いいか、よく覚えておいてくれ。
が空になった荷物があるわね。不要品を各施設でリサイクルするとそれを再利用してくれるわ。そうとしか考えられない。サム、君は私たちの希望だ。絶滅を回避できるかもしれない。
スーツに付着したカイラル物質の洗浄異常なし。ようこそサムポーターブリッジズ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。
レーザー銃を支給した。電撃によって近くの相手に気絶ダメージを与える非殺傷武器だ。バッテリーを消費するから残量に注意してくれ。不安ならまず訓練場で試してみるといい。配送端末のメニューからアクセスできる。
ようこそサムポーターブリッジ。伝説のサムポーター、全くあんたは大したもんだ。
大したもんだ。またなサム。お疲れ様でした。ご提供いただきありがとうございました。サム、お疲れ様でした。採取チェック、献血ありがとうございました。X グレネードナンバー0